欲しいよね。まあね、うん、なんでここなの。時すでに遅しみたいな。そう、でも遅いよこれめちゃくちゃ。なんか衝動買いをしてしまったような罪悪感に駆られる。俺なんかめちゃくちゃしてるからいい。いや物だからいいじゃん。ちゃんとあなただって命だよ。命の衝動が痛いからって。やばい、私なんて。いやでもなんかもう瞬間だな。もう瞬間に来たな。虹色クワガタの幼虫3匹殺してるから、ね、と思ってほっとけって言ったからほっといたのに死んどるやんと思って。茨城さんのあのレディたちも超元気だから。あのだから俺も幼虫飼うの やめようと思ったの今後。無理。ある程度の年まではあの兄弟とかでさ多頭飼いはいいと思うけど、ある程度年いったら離さないと危ないなっていうのをよく分かった今回のことで。みんな喧嘩するわ、死体は食っちゃうわ、でも本当なんかトラウマになりそうだった。死体食うの、死体食うのは共食いじゃないんだって。生きてるのを食うのが共食いなんだって。ああ、とは言ってもねって、まあ、結構ショッキングだったら刑事なんか今でも忘れない血だらけだし。ちょっと待った、前の車バスを煽んな。ちょっと顔はね、顔の半分なかったし手もなかったし。前の車さすがにバスは煽るな、近すぎだぞ。あいつでもみんな話してからなんか急に血が良くなって元気になったから、なもうちょっと長生きしてくれそうな感じ。来てるですか。いいよ。あ、下のチャリチャリマンが心配でしょうかね。ちょっと乾いてる。あ、超乾いてる。ごめん。あ、ちょっと濡れてる。触ってみはな。いいよ。じゃあ寝なきゃ。じゃあちょっとあなたなでなでしてください。こう。なんか納豆菌いいよって言われたんだけど。先生に。あ、違う。ルフィ姉さん。どっちもあげてるって言ってた。みんな。僕の顔がだんだん出るから。だっけ、私が買ったより高いんだけどつってアマゾンの写真見せてもらったけど6000円って書いてあったんだけど、ご飯より高いやんけって。まあ本当に犬に命注いでるからね、特に。いやでも多分みんなそうだよ、うちもだよ。出たと本当にね、犬ファーストだよ。こいつしか行こうって言って一回も行ってないよね。
げえぜ。 YouTube とかで思うけど、悪でなんか正義感ぶって稼ぐやつってあるじゃん、うん、あれはね、まあ確かにやり方としては一時的なもんでいいとは思うよ。一時的、本当に、うん、でも淘汰されるから最終的に、うん、俺ね、あんまり効率よくないなって自分毎回見て思う、うん、今回の松本人志さんってさ、多分張ってたんでしょうね、バズれると思ったから。まあ一時期確かにバズれるかもしれんが、慢性的じゃないんですよ、ほんと一時だけ、その動画だけだから。それで継続できればいいと思うよ。常にこの松本人志さんが撮ったこのコンテンツがきっかけで私のチャンネルがバンと気が出ました、もう毎日10万再生いって生計成り立ちましたっていうなればいいと思うけど、多分そんな人なんてね 0.5% にはなったと思うんだよ、マジで。冗談できる、言いかも、言い過ぎかもしれんけど、ちょっとだけ話飛んでいい？だからきついと思うんだよね。うん、あのバイクのさ、カバーあれ意味あんの？